議長。12番中田正樹君。はい、令和3年12月の定例会において質問をさせていただく機会、時間をいただきましてありがとうございます。各種施設は臓器、道路は血管、人や車は血管を流れる血液であります。臓器が健康であるためには血液が流れ、酸素を運ばなければなりません。必要なのは呼吸であり、不動産取引や個人消費、設備投資や住宅の建設などの経済活動が地域を成長させます。人口減少が続く中、比例して経済も縮小し、以前の体を維持することが難しくなってきました。税金が天から降ってくる人口増と歳入増が当たり前の時代は当に過ぎ去ってしまいました。限られた財源、歳入をどのように使っていくかが、これからの地方自治体の成長、衰退を大きく左右します。貧乏人は欲しいものを買い、お金持ちは必要なものしか買わないと言います。欲しいものをねだるのはもうやめて、必要なものかどうかを見極め、成長への投資を加速し、予算編成に臨む、いや、挑んでいただきたいなというふうに切に希望いたします。それでは質問に移ります。まず最初に自動運転の実証実験についてお聞きをしたいと思います。高齢化の進展、交通安全対策としての免許返納等により、市民の移動手段としての公共交通が果たす役割は、年を追うごとに重要になってきています。先月のイスリン高校の生徒との交流会でも、通学時の移動手段についての意見がありました。大人と違って僕たちは車で自由に移動することはできませんと、ごもっともな話であります。富山県は、県地域交通ビジョンを法定計画として作り直す方針を決めました。限られた財源の中、住民の足として市営バス、路線バス等をいかに維持していくのか、持続可能な交通網の整備計画は、地方自治体が取り組むべき最重要課題の一つです。自動運転をめぐる技術開発や実証実験が各地で進む中、茨城県境町で1年前に始まった自治体初の自動運転バスの定常運転サービスが根を張り始めた。車内にオペレーターが乗る有人サービスは5段階ある自動運転のレベル2の位置づけではあるが、11人が乗車可能な車両は右左折を含む大半の運行を自動で行う。丸みあるデザインの自動運転バスが他の車などと一緒に街中を走る様子は近未来を感じさせる光景だ。駅がないという交通面での大きな弱点を抱える境町は、住み続けられる町に生まれ変わるために財源面の課題を意欲とアイデアで乗り越えながら前進を続けているという記事を読ませていただきましたが、この報道についての率直な感想をお聞かせください。市民生活の足の確保、公共交通の在り方について、利便性、財政負担等、小矢部市の現状、課題等を総合的にどのように捉えておいでますか、お聞かせください。民政部長、横川和弘君。はい、ご紹介いただきました茨城県境町の事例、いわゆる境町モデルにつきましては、自治体としては国内初の公道における自立走行バスの定時・定路線での運行を実施されているものと伺っております。利便性もさることながら、人口減少や高齢化による深刻な運転手不足等、主に地方を中心とした自治体が抱える公共交通対策の先進的事例として捉えているところでございます。本市といたしましては、自動運転バス導入経費に加え、運行にかかる経費として、5年間で計5億円を超える予算が必要となること、また、事故リスク等の解決すべき課題も多くあることから、費用対効果の視点を含めた事業の実効性、実現性について、境町モデルに限らず、全国的な自動運転の実証実験等の事例について注視してまいりたいと考えております。12番中田正樹君。近年の自動運転技術の目覚ましい進歩、これは課題解決への大きなヒント、インポータントファクターになると考えています。
当局の認識をお聞かせください。あと、市営バス、あ、市民バス、路線バスとしての自動運転の実証実験の事例は、先ほど取り上げた茨城県の境町以外にも、全国的にはすでに取り組んでいるところがあるのかどうか、ご存知でしたら教えていただきたいと思います。民政部長、横川和弘君。まず技術進歩についてお答えします。自動運転技術の進歩につきましては、超高齢社会における重要なキーワードと捉えており、本市といたしましても注目するところでございます。しかしながら、境町モデルにおきましては、自動運転レベル1から5までのうち、レベル2に該当し、実際の運用では、遠隔でバスを見守る運用管理者や運転手等、1台の車両に対して複数人が必要であると伺っているところでございます。このことから、本市におきましては、現状のレベル2においては、人件費の削減効果が得られないため、導入段階には至っていないものと考えておりますが、今後における自動運転レベルの進歩による安全性の向上やコスト削減等に期待をしているところでございます。続きまして、自動運転実証事例についてでお答えします。茨城県境町以外では、本年10月には岐阜県岐阜市、11月には長野県塩尻市等で自動運転の実証実験を行っており、ここ1、2年の間、地方を中心に全国各地において事例があるところでございます。なお、福井県永平寺町では昨年12月から京福電鉄永平寺線の廃線跡約2キロを利用し、定員6名の電動カートを完全無人の自動運転としている事例もありますが、いずれの事例も現行の法制度の下で安全性に最大限配慮し、低速度域での走行により実証実験されているものと伺っております。12番、中田正樹君。実は先月、射水市の選挙、市会議員の選挙がありまして、私、狙撃大会、弁士で行ってまいりましたら、その候補者が、小杉の町、自動運転のバスを走らせるんだというふうに言われまして、ああ、僕がこういった公の場で言う前に言われちゃったとか、ちょっと思ってたんですけども、今、やっぱりそういう方向に、みんな各自治体、向いてるんですよ、時期的に。早くスタートした方が僕はいいというふうに思ってます。下越線の全線が開通したのが実は1922年であります。来年がちょうど100周年ということになります。廃線になったのがその50年後の1972年、昭和47年9月16日ですから、今から49年前ということになります。イスルギ地区、津沢地区、そして小矢部市全体の活気が低下している原因の一つが、私は下越線の廃止ではないかなというふうに考えています。公共交通、特に鉄道路線の廃止は地域経済に多大な影響を与えます。以前は伊豆杉といえば五世地区で、高岡の次に大きな町であり、砺波市や旧東砺波郡、遠くは羽咋方面からも大勢の人が買い物に来ておいでました。開発線跡地というのは、現在、県道370号、富山庄川小矢部自転車道路、通称サイクリング道路と、呼ばれていますが、運行時の安全面を考えると、専用道路である点からも、一般の道路と比較しますと、自動運転のバスの運行には最適の道路だと思いますが、この点、当局の認識をお聞かせください。民政部長、横川和弘君。はい。下越線跡地のバス運行についてお答えいたします。当該道路はサイクリングロードとして、現在、県において管理されていることから、確認いたしましたところ、当該道路は自転車専用道路であるため、道路幅員や舗装強度等、バス等の車両の通行を想定したものにはなっていないとの回答がございました。また、当該道路は令和2年度において補修整備をしたところであり、現状では今後も自転車専用道路として活用を推進していくとのことでございました。また、伊豆杉駅から砺波市庄川町に至る経路においては、何度も公道を横断するルートとなっており、特に本市美濃和市内のコンビニエンスストア手前では、一旦途切れ、その間、国道359号の歩道を約540メートル走行せざるを得ない状況となっているところでございます。
従いまして、今回のご提案につきましては、まず県との協議が必要となるほか、自動運転バスの運行に必要となる道路の設備等の整備も必要であるなど、解消すべき課題も多いものと認識しているところでございます。12番中田正樹君。どちらかというと県の認識としては、その道路の強度とかはお金をかければ済む話なんで、実は一昨年、県内一周のサイクリングロードとしての湾岸の方だけなんか国の認定かなんか受けたと思うんですけども、県内一周環状サイクリング道路としての夏の認定を一昨年県がしたので、今コロナ禍でイベントができないと、そのせいでなかなかサイクリング道路の利用者増になっていないけれども、このあとコロナが落ち着けばいろんなイベントをやっていきたいんだというのが一番の理由でありまして、そのハード的な整備のことは後から考えればいいことかなというふうに思っています。だからしばらくはちょっと自転車道としてのおっしゃったように、様子見ていきたいなというのが答えかなというふうに思っています。実際これ実現したときですね、小矢部市民はもちろん砺波市南砺市から金沢方面への通勤通学も時間短縮になります。あるいは津沢地区矢部並地区の方が駅南口にオープンするスーパー等に買い物に来る際の利便性も向上いたしますし、福野高校、イスリン高校等の通学の足としても有効であります。イスルギ駅の利用者の増加、駅周辺の人口増加にもつながり、可能性は無限大であると考えます。その整備が難しいじゃなくて、もしそれが実現したとしたら、こういうことも見えてくるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがお考えでしょうか。民政部長横川和弘君。ご指摘のとおり、下越線跡地を利用した自動運転バスの導入については、イスルギ駅が鉄道やバス等の交通の結節点であり、砺波市や南砺市のほか、市内においても、津沢地区や藪南地区等からの通勤や通学、生活目的での利用者等にとって、利便性が高くなることと考えられているところでございます。しかしながら、先にお答えした課題以外にも、2017年12月に行われた石川県輪島市での実験では、積雪によるセンサーの誤作動やタイヤの横滑りなど、走行する地域やルートによって、細やかな対応が必要になることも分かっているところでございます。このことから本市としては、今後、国や県等の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。12番、中田正樹君。行政はできない理由を述べるのが得意でありまして、どうやったらできるかという考える、そういうことを考えていくのがこれからの行政マンの仕事ですので、どうやったらできるという答えもたまには言ってほしいなというふうに思います。イスルギ駅を起点として、南砺市を経由して福野では上花線に乗ることもできますし、砺波市の庄川まで行くことができます。砺波広域3市の連携にも役立つというふうに思っています。あくまでこれ仮定の話なんですけども、上花線が LRT 化された場合に下越線が LRT で復活する可能性もあるかもしれない。何夢みたいなことを言うとんがっていうかもしれないですけど、専用道路として残ってあるところが残っている、全部じゃないですよ、全部じゃないけれども8割あると、8割残っとんじゃないかなと思う。大体僕2度ほど2、3度自転車で走ったことありますが、8割方専用道路で残っているというのは、これ、素晴らしいことなんですよ。だから、もしかしたら、上花線 LRT 化されたときに、下越線も LRT でやってしまおうかという話も出てくるかもしれない。だから、最初に県の、なんでしたっけ、なんとか計画、県交通、地域交通ビジョンの話をしたんでありますよ。ね、愛の風含めて、五線四市が鉄路の環状線で結ばれることになるんですね。各市との交流、通勤や通学に便利になるだけではなく、地域の活性化、地域の魅力アップにもつながるのではないかと思いますが、ちょっと楽しい答弁を、明るい答弁をお願いします。はい、企画政策部長、渋谷純一君。はい、あくまで仮定の話ということで、鉄路の環状化のご提案であります。第7次総合計画の小矢部夢構想には、
伊豆駅を起点とした伊豆駅砺波の交通結節点化構想を掲げておりますが、議員ご提案の鉄路の環状化につきましては、この小矢部夢構想をさらに発展させた五星四市のまさに大きな夢構想に当たるものと考えております。その第一歩が上花線の LRT 化ということになろうかと思います。ただしこれにつきましては、関係者などで協議されるべき事項でありまして、残念ながら本市は発言する立場にありませんので、その動向はしっかり注視していきたいと考えております。12番中田正樹君、はい、ちょっとだけ明るい答弁になったので嬉しいんですけど、以前富山の森前市長が車両の入れ替えだけではなくレールの敷設替え、送電用の架線や変電所の整備などこう LRT 化の話ね、整備など費用は膨大になり実現のハードルは極めて高いというふうにおっしゃっていまして、私も同感であります。でしかしながら、技術の進歩は大変目覚ましくてですね、台湾などでは充電式の LRT が街中をもうすでに走っています。一部区間は充電をしながらの走行でありますが、架線も必要がなくハード整備にかかる費用もかなり抑えることができるようであります。またこう電動のバスっていうのは地球温暖化防止脱炭素社会の実現への意義ある取り組みとなるというふうに思います。欧米としてもカーボンニュートラルに向けて大きな貢献となるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。はい、民生部長横川和弘君。ご指摘のとおり脱炭素社会を実現するためにも電動バスをはじめとした商用車の電動化は必要な施策と考えているところでございます。国が令和3年6月18日に策定した2050年カーボンニュートラルに伴う成長戦略において、商用車の新車販売について、電動車の普及目標を設定しております。小型車については、2030年までには電動車20から30%を、2040年までに電動車、脱炭素燃料車 100% を目指すとしており、大型車については2020年代に5000台の先行導入を目指すとともに、2030年までに2040年の電動車の普及目標を設定することとしております。本市における電動バスの導入の方向性につきましては、今後策定を予定しております。地球温暖化対策実行計画、区域施策編においてお示ししていくものと考えております。12番中田正樹君。ちょっと小耳に挟んだ話ですが、金沢路面電車走ってないんですね。バスなんですね。でポンと乗れてたくさん走ったんですけど、実は路面電車復活させたいということをひそかに考えとるそうでありまして、今そういう時代なんです。もうバスから路面電車の方に進んできつつある理由の一つが今のカーボンニュートラルとかのこういう時代背景あるのかなというふうに思っています。先ほど申しましたが2020年来年がですねちょうど下越線全線開通から100年の年なんですね。地域交通網の整備課題解決のためにも小矢部市として取り組みの検討ですよ、取り組みじゃないですよ、取り組みの検討を始める時期なんじゃないのかなと。ぜひですね県の地域交通ビジョンとの連携を含めてですね活動を今後積極的に進めていくべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。市長桜井盛雄君。この問題につきましてはいろいろと課題はあるというふうに認識しておりますけれども、午前中の代表質問で小矢部氏はゼロカーボンシティ宣言をしたところでございますので、そういう意味では直面する地球温暖化対策を進める上で、自動運転によるバスの導入につきましては、これは検討を始める時期が来ているなというふうに私自身は認識をいたしております。
まあ、従いまして、まずは課題を整理させていただきまして、まあ、多方面からその必要性についてもしっかりと検討を進めていきたいなと思います。12番中田正樹君。はい、ありがとうございます。市民の幸せのためにも、間違いなくいい事業だと思う。ハードル高いですよ。たくさん課題ありますが、これを優秀な行政マンの力でですね、ぜひ乗り越えていただければありがたいかなというふうに思っております。続きまして、新入生へのランドセルの支給についてお尋ねしたいと思います。近年ランドセル格差が物議を醸しています。小学校入学時に祖父母からの贈り物の代表格の一つがランドセルです。その値段はピンからキリまでで、安価なものは1万円前後で購入できますが、高級品になると10万円を超えるようなものがあります。あるお宅ではランドセル選びで壮絶な夫婦喧嘩をしたそうであります。6年間も使うのだから良いものを買おうという母親と、6年しか使わないんだから安いもんでいいよという父親と言い合いになったそうであります。これから塾代やスポーションなんかのお金も必要になってくる。うちには贅沢させる余裕はない。あーケチくさい男のくせにしみったられたことを言うなと、挙句の果てに子供は泣いてしまって、もうランドセルいらないって言ったそうであります。これ実話なんですけども、当局にこういったランドセル格差の認識、親部市であんま聞かないんですけどね、ありますかね。対応は必要だと考えておいてますか。教育委員会事務局長中村秀夫君。今ほどランドセル格差の認識ということでお答えしたいと思います。ランドセル1万円前後のものから10万円を超えるようなものなど、さまざまな価格のものがあると承知しております。どのようなランドセルを購入されるかを、保護者の自由と捉えるか、選択の自由と捉えるか、経済格差が現れるものと見るか、見解の分かれるところであると思っております。本市では新1年生に対してランドセルの使用を強制しておらず、保護者から要望があれば柔軟に対応することとしています。また例えばズックの色を、白色のみと指定しており、どのようなメーカーのズックを購入するかについては指定しておりません。児童制度の持ち物一つ一つについて一律の対応を保護者に求めることなく、保護者の選択の範囲を尊重しながら対応していくことも大切と考えております。なお本市では従来から就学援助制度により低所得者や一人親世帯の方を対象に、入学準備金として小学校入学時には5万1060円を支給しており、入学時の保護者の経済的負担を軽減することで児童生徒間の格差が生じないよう努めているところであります。12番中田正樹君。中学校に確認したら自転車もそんなような対応なんですよ。いくらまでとか金額の設定とかやっぱできないので、あくまでもご家族保護者の判断ということで、聞きました。自転車のことはそんなふうに、言っておいてました。立山町と、平成29年、10月6日に包括連携協定を締結した株式会社モンベルは、アウトドアを基軸とした7つの取り組みの1項目目である、子どもたちの生き抜いていく力の育成に関することに沿った取り組みとして、立山町の小学生が使用する通学用バックパックを開発しました。モンベルがこれまで登山用品などの開発で培ってきた高機能素材や技術力を結集して完成した、軽量で高機能な通学用バックパック、ワンパック、新たに、学校教材となったパソコンやタブレットなど、すべてのものをオールインワンで詰め込めます。
従来の比較性ランドセルに比べて非常に軽く、水にも強く、子どもでも扱いやすい工夫を凝らし、6年間使える耐久性を備えているそうであります。このワンパックは立山町内の公立小学校に令和5年度以降に入学する全児童へ立山町からプレゼントされるそうでありますが、この件ですね、立山町がモンベルと提携し、通学用バックパックを開発し、新入生に配布するということを当局は把握されておりましたでしょうか。またそれについての感想も含めてお答えをお願いしたいと思います。教育委員会事務局長中村秀夫君。はい。立山町における通学用バックパックの無償配布の取り組みについては、すでに7月17日付の新聞報道により、把握しております。立山町ではランドセル、新入学用品の中でも高額であることから、入学準備をする保護者等の経済的負担を軽減することを目的に無償配布されたところです。なお立山町では、バックパックに関する新聞報道の後、各学校において PTA 役員等と協議した結果、一律にこのバックパックの使用を求めることに対して反対意見が出されたことで、各自で購入された通学用ランドセルと無償配布される通学用バックパックのどちらも使用できることにしたと聞いております。このように一律の対応を学校側から保護者に求めることは現段階では適切ではなく、保護者の意向との十分な調整が必要と考えております。12番中田正樹君。別にワクチンと一緒で僕義務とか言っとるんじゃなくていいねっていう話をしとるんだけど、ちょっとランドセルとかカバンのことを横に置いといて、小矢部市としてはゴールドウィンさんの提携ですね、ブランドの活用、地域づけるにおける連携等についてはどんなふうに考えておいでるでしょうか。企画政策部長渋谷淳一君。はい。ゴールドインとの連携ということでありますが、ご存知の通りゴールドインは今から70年前津沢に創業された津沢メリアス製造所が前身でありまして、現在では世界のゴールドインに発展し、創業の地の本市といたしましては誇りに感じているところであります。本市との連携につきましては、今年度では東京オリンピックとの関係性が分かる広報用パネルの作成展示、ラグビーのユニフォームもありました。そして広報矢部の職場探訪ページへの掲載など、企業からの協力も得ながら市民の皆さんに知っていただくべく取り組んできたところであります。また今年の春先には県内でのプレイヤーズパーク整備プロジェクトといった夢のある明るいニュースも発表されましたので、この点につきましても率直な意見交換を現在させていただいているところであります。今後ともこれはゴールドインだけに限ったものではありませんが、市内企業の皆さんとは連携できる部分につきましては大いに連携していきたい、そのように考えております。12番中田正樹君。そこで先ほどのランドセルの話なんですが、ゴールドインさんであればザ・ノースフェイス、もしくはヘリハンセンブランド等で通学用バックパックを共同開発できるんじゃないかなと思うんですが、その可能性についてどのように考えておいてますか。教育委員会事務局長中村秀夫君。ご質問のゴールドウィンさんですが、立山町と包括連携協定した株式会社モンベルと同様にアウトドア用品を多く扱っており、現在もさまざまなバックパックが販売されています。このことからゴールドウィンさんにおいても通学用バックパックを開発される技術的素地は十分に有されているものと推察しております。しかしながら本市においては立山町のようなバックパックの一律支給については保護者の理解、また多額の経費などの課題があり、教育委員会として共同開発を進めることは現在考えておりません。12番中田正樹君。これはやっぱ
教育委員会じゃなくて企画の方に聞かなかったのかな。なんかあの別に 一律に強制的に支給せんでもいいで、欲しいと思ったらくださいでいいと思うんだけども、まあまあいい。水曜日の夜10時は杉咲花演じる視聴覚障害者である赤澤由紀子の恋愛を描いた恋ですヤンキー君と白杖ガールが放映されてるんですね。昨日、主人公の由紀子が着ていたのがザ・ノースフェイスのダウンジャケットでしたね。見ました？人気があるんですよ、ブランドとしてものすごくね。ちなみにちょっと質問とは関係ありませんが、由紀子の彼氏の名前が黒川森夫っていうんですねまあ関係ないですけどね。ブランドの価値考えるとこう若干微妙なんですけど、ワンポイントでこうメルミュークメルモモちゃん入れるなんていうことも、僕ね、その子どもたちの支援の部分もあるんだけども、せっかくある地元の企業なんだから親部市のこう PR にもなると思う。こう開発した時にメルギューちゃんとメルモもブランド価値下がるかもしれんから、でも上がるかもしれんし下がるかもしれんから微妙なんだけど、親部市の PR になると思うんで、その辺はどんなふうに思いますか。あっちこっち。教育委員会事務局長中村秀夫君。はい、ご提案のアイデアは、メルギュー君メルモちゃんを通した親部市の PR の、一助になるものと思っております。しかしながら今ほど申し上げましたように、通学用バックパックを新入生に一律に支給することは今のところ考えておりませんので、ということでございます。12番中田正樹君。まあほら別に一律だじゃないって言ったのに、こう原稿にそう書いてあるから言うとそのまま何回も読まんでもいいと思うんだけど、まあいいや。子育て支援、まずこれ大事です、子育て支援として。でランドセル格差の解消、まあこれも子育て支援と同じような。でオリジナルの通学用バックパックをね、ゴールドウィンさんにこう持ちかけてみりゃいいと思いますよ。できるかどうかわからんですよそれ。でもやる価値は僕十分にあるんですね。で小学校入学時に一律ではなく、プレゼントしてはどうかなというふうに思います。先ほど申しました定住促進策、親部市の魅力アップにもつながると思いますが、ぜひ検討ですね。すぐ実施というわけにいかない、開発期間も必要ですけど、検討していただけないかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、教育委員会事務局長中村秀夫君。はい、今ほどご提案の間繰り返しになりますが、地域の魅力発信ということで、一助になるとは考えております。またオリジナル通学用バックパックを新入生に、配るということについては保護者の理解などの課題もあります。また毎年多額の予算の確保が必要となることから、その対応については現段階では考えておりません。12番中田正樹君。まあ本当はここで同じ質問企画部制作部長に答えてほしいって言いたいところなんだけど、まあ時間もあれですし、ぜひやりましょうよ部長ね。まあデザインによっては6年間使用した後にも普段使用できると思うんですね。あと災害時の緊急時の持ち出しバッグとしてリユースもできるでしょうし、機能性耐久性に優れていれば、中学生になってからでも活用できるのかなというふうに思っています。実は埼玉県秩父市は2023年度のに市内の小学校に入学する新1年生からランドセルの現物配布をします。11月24日開会の市議会定例会に支出が次年度にまたがる債務負担行為で395人分計1975万円の補正予算案を提案いたしました。債務負担行為で早期に予算を確保し、保護者に現物給の周知を図ると。ランドセルの色は選択できるということです。市長は家庭の事情でランドセルの値段に差が出る、同じものを使うことで小学校生活の格差をなくしたいと話していると。22年度はすでに購入を予約している家庭が多いため、9月補正予算で入学準備金とし祝い金として1人当たり5万円を支給する措置を講じたという、報道がありました。なんていうかな、バックパック作ったらそれを別に親部市内の小学生に希望者に支給するだけじゃなくて、
ゴールドインさん自身がそれを全国的に売り出してもいいんだと思うんですね。そういった意味で、ぜひぜひですね、立山町の二番煎じだみたいなことを言っとらんとですね、市民のため、小矢部市の魅力のためにぜひ考えていただきたいなというふうに思っております。続きまして、市指定文有形文化財としての曳山についてちょっとお聞きしたいと思います。過去の定例会において花山と歌舞伎山の両方がある地域はあまりないのではないかと、小矢部市の魅力の一つ、大切な文化財としてしっかり支援すべきとの趣旨の質問をいたしました。その時の答弁は、組み合わされた祭りは他にはないと、同時に巡行できれば県内唯一の祭りとなる、そのような祭りが今後開催できるよう市として最大限の支援をしていくとのことでした。あれから数年が経ちましたが、市として何らかの取り組みがされたのでしょうか。具体的な動きは見られませんが、本会議場において最大限の支援をしていくという発言をしておきながら、まさか何もしてないということはないんだというふうに思っております。前回の曳山の調査では11基の花山、2基の歌舞伎山すべての調査をしていただいたのでしょうか。イスルギには伊織屋台もありますが、その屋台の調査はされましたか。またイスルギには花山、歌舞伎山、伊織屋台などさまざまな山がありますが、その種類と数というのは全部でいくつになるんでしょうか。教育長野沢俊夫君。これまで曳山、歌舞伎山等については具体的な取り組みとして調査なども行ってきております。例えば平成29年度、30年度、2か年にわたりましたこの調査、この曳山に関する詳細調査ということで行いましたが、ここでは曳山11基、歌舞伎山1基を対象として調査を実施いたしました。また伊織屋台につきましては平成28年度に実施しました実態調査におきまして、かつて伊織屋台があったとされる3つの町内に対し聞き取りを行っております。その聞き取りの中では、そのうちの2つの町内からは山蔵を不開示であるという意向が示され、実際に見聞することができませんでした。見聞が可能でありましたもう一つの町内の一基についてのみ、その保存状態を確認しております。この一基につきましては車軸が破損しており、動かすことができないため、それ以上詳細な調査は実施しておりません。またその時の調査では歌舞伎山5基を確認しております。従いまして、これらの調査におきまして、その存在を確認できたものは、現在、曳山11基、歌舞伎山5基、伊織屋台1基となっております。12番、中田正樹君。今の話合計すると、花山が11基と歌舞伎山が5基と伊織屋台は調査できなかったけども全部で3基ある。だから全部で19の山があるのかな。結構あんまり知られてないんですが、福町の方に結構山があるというふうに聞いていますのかな。まあまあそこはそんなに大事なところなんじゃないんだけど、調査結果ですね、各山の状態どうだったですかね。車軸の関係で動かせないというのは、予算的財政的な支援さえあれば組み立てて巡行ができる山というのはあるんでしょうか。またその各町内の持ち物ですから、町内が嫌だっつったらダメなんですけど、いやいやお金さえ出してくれるんだったらもう一回組み立てたいがやっていうことも含めて、この反応どうですかね。支援があれば復元を望んでいる町内っていうのはありましたか。教育長野沢俊夫君。先ほど申し上げました詳細調査の結果では、毎年祭りに出されている11基の曳山、そしてその曳山以外の歌舞伎山や
イオリア店につきまして調べましたが、長年引き回しを行っていない、この歌舞伎町やイオリア店ですね、長年引き回しを行っていないため、車輪や車軸など大規模な修繕を行わないと巡航することは不可能な状態であるということが判明いたしました。その中で一定の費用と組み立て指導者の派遣などがあれば、山蔵内で組み立てて展示が可能とされたのは歌舞伎山2基と伊織屋台1基であります。なお歌舞伎山や伊織屋台そのものを巡航することができるような修繕や復元までを望まれている町内は、その詳細調査を行った時点ではございませんでした。12番中田正樹君。まあ、今お聞きすると可能性あるのは花山11基以外に歌舞伎山2基と伊織屋台1つということで、今の祭りから3つ山が巡航できればですよね、増えるということかなというふうに思っております。まあ、部材の劣化、破損、組み立ての仕方わからない、その山ごとにいくつもの課題があるのかなと思います。ただ一つでも多くの山が復元展示できれば巡航までされたら、祭りの発展、伊豆宿の活性化、及び市の魅力アップにつながるというふうに、考えておりますが、どのように考えておいてますか。教育長野沢俊夫君。一つでも多くの山が復元され展示、あるいはさらに巡航することになればですね、伊豆地区のにぎわいづくりの一助になるものと考えるところであります。各歌舞伎山や伊織屋台の状態や各町内の意向につきましては、それぞれ異なっていることから、消費者である各町内と個別の相談が必要と考えているところであります。なお平成29年の引き山祭りの際には、中下飯田梶町の歌舞伎山につきまして、その町内の若手の方から、若い世代でもう一度歌舞伎山を組み立てたい、との声が上がりまして、町内の同一境内におきまして、15年ぶりに組み立て展示が行われております。この際には、市として文化財の継承と祭り行事の振興の観点から、必要経費の一部について助成させていただきました。このように展示が可能な場合には展示に向けた協議を行うなど、現在の保存状態に照らし可能な範囲で支援を行ってまいりたいと考えているところであります。12番中田正樹君。今現在中下飯田梶町の歌舞伎山は市の指定文化財にはなっていないんだと思うんですよね。これは市として文化財にしてできない理由があるんでしょうか、それとも町内の方が指定文化財になることを望んでないんでしょうかね。あとその指定文化財として登録されていなくても、文化財は文化財なんで市指定じゃないだけなんで、まあ、修繕等の費用の補助というのは及び市の補助というのは受けることできるんでしょうか。教育長野沢俊夫君。はい、指定文化財との関係でありますけれども、市の指定文化財に指定するときには文化財保護審査委員会からの、答申が必要になってまいります。伊豆井の歌舞伎山につきましては、昭和63年に河原町もののみ一基のみが市の有形民俗文化財に指定されております。その際の指定理由でありますが、そこでは市内に残る6基の歌舞伎山の中で、まあ、当時6基あったわけですね、組み立てて、これが1つ、引き回すことができる、2つ目であります。ものとして貴重であるというふうに評価されて指定に至っております。先ほど紹介しました中下飯田梶町の歌舞伎山につきましては、組み立てることは可能ですが、先ほど申し上げましたように平成29年度に実施した詳細調査、ここにおきまして山の土台が朽ちているため慎重が必要、車輪の鉄輪に関しても緩みが見られるためはめ直しが必要との評価が出ておりますので、大規模な修繕を実施しない限り実際に引き回すことはできないものと考えられるところであります。
なお、中下飯田鍛冶町から歌舞伎村を指定文化財にしたいという要望は出されておりませんが、このような大規模な修繕を実施して、市文化財に指定することについては、町内の負担も大きくなることから、その意向を十分に確認していく必要があると考えているところであります。なお、このような補助についてのご疑問、指定文化財と補助の関係についてもご質問ありましたけれども、曳山などの、車輪、車軸、彫刻など、こう山本体にかかる修繕、あるいは山蔵につきましてもですね、小矢部市文化財保護事業補助金交付要項に基づいて補助を行っております。この補助制度、この補助要項の中では、歌舞伎山と伊織屋台、また獅子舞につきましてもですね、市文化財の指定の有無にかかわらず、法人格を持った町内会、あるいは保存会などから補助申請をいただければ、補助をするということは定めておりますので、そのように対応することは可能であります。12番、中田正樹君。市の指定文化財として登録していなくても、修繕等の補助を受けられるということで安心したんですが、もう一つ、曳山連盟の補助金ですね、文化財の維持伝承のためというふうに私は考えている、祭り当日のイベント的要素のにかかる費用というのは、ほとんどが協賛金で賄われています。それは曳山連盟の決算を見ていただければよくわかるかと思います。有形文化財ですから、経年劣化当然ありえます。祭りが開催されなくても、各山町においては花を修繕したり、幕を新調したりと、市の補助を使わない中でも、毎年お金をかけて手を加えておられるんですね。だから私は巡行の有無にかかわらず、補助金は連盟に対して出すべきだというふうに考えているんですね。で、現在は実は観光課で予算立てされているんですが、もし補助金の内容、中身が混在しているっていうんであれば、混乱を回避するためにも観光課と文化課の予算はもう分けて計上していただいてですね、文化財維持伝承のための補助金っていうのは繰り返しになりますが、巡行の有無にかかわらずしっかりと連盟の方に給付すべきではないかなというふうに私は考えますが、いかがでしょうか。産業建設部長、河原達也君。曳山連盟さんの方への補助金についてのご質問でございます。イスルギ曳山連盟の補助金につきましては、小矢部市イスルギ曳山祭り保存伝承補助金交付要項に基づきまして、連盟の運営に関すること、お祭りの開催に関すること、お祭りの保存伝承に関することに対して交付をしているところでございます。そのためにお祭りの開催の有無にとらわれずに、今まで、これまでにおきましても、補助金を交付しております。それで今後も、これにつきましては、また連盟さんの方といろいろまたお話をさせていただきまして、引き続き交付していきたい、しっかり交付してと考えています。12番、中田正樹君。よろしくお願いします。山修繕するって言ったら多額の費用かかるんですね。で、いっぺんに複数の山復活させるっていうのは予算的に厳しいと思うんですね。でも毎年1期か、2年がかりで1期でもいいですから、計画的に整備してほしいなと思います。11期の山、花山プラス歌舞伎山2期でもいいですよね。一緒に巡行されたらですね、これは素晴らしい。もう下手すら全国からお客さんが来るんじゃないかなと思います。もうこう歌舞伎の踊りな習わんなんとかね、子どもたちそういった費用もかかるとかっていうことをちょっと横に置いといて、とりあえずせめて歌舞伎山2期だけでもね、巡行できる風にしましょうよ。で、計画的にそういう整備していってほしいんですよ。
そのための今回調査だったな、なのかなというふうに思っていますので、ぜひ、最低限歌舞伎山2期は復活させるべく予算措置考えてください。いかがですか。教育長野沢俊夫君。歌舞伎山を含めての契約的な整備についてのご質問いただきましたけれども、平成29年度30年度の詳細調査、ここでは、引き山、歌舞伎山の現状を把握し、その山の現状を記録することを目的として実施いたしましたが、さらにその結果に基づいて専門家によります望ましい修繕方法の案、これを所有者である各町内に提示させていただいております。各町内におかれましては今後の維持管理あるいは修繕等にこれを役立てていただきたいと考えているところであります。またこの時にはこの調査結果を反映して市の補助金の上限金額を例えば200万を400万というふうに、あるいは補助率も車軸にかかるものは2分の1から3分の2というふうに大幅に引き上げ見直しを行ったところであります。今ほど歌舞伎山2期についてちょっと私の説明が雨だったかもしれませんが、中杉田梶町と河原町のものにつきましては巡行はかなり大幅な修繕が必要になってまいります。現状では組み立てて展示が可能というレベルだろうというふうに思っております。まあ、このようなことにですね、示さありますように各町内ごとに山の状態は非常に異なっておりますので、各町内会のあるいは保存会等の計画に基づいて、町内の動向を個々に確認しながら、町内会等が望まれる最適なタイミングでの修繕の実施を支援してまいりたいと考えているところであります。12番中田正樹君。まず山町内のものだっていうことと、市が財政的な支援をして組み立てて巡行できるようになった、でもその後は結局町内の手出しで多額の費用かかるんですよね、維持していくために。だから簡単な話じゃないのはよくわかるんです。ですがやっぱりこう祭りの魅力アップ、及び市の魅力アップのためにも半歩でも一歩でも前に進むようですね、努力していただきたいなというふうに思っております。最後の質問ですが、HPV ワクチンの接種についてですが、先月11月12日厚生労働省は、感染を防ぐワクチンについて積極的な接種勧奨を来年度から再開すると、2013年から中止されて8年ぶりの再開となると、大切なことは救える命はしっかりと救っていく、伝えるべき情報はしっかりと伝えていくことだというふうに思っております。子宮頸がんを発症し死亡する例は年々実は増えておりまして、2017年には2800人、約2800人の女性が命を落としています。令和2年度の交通死亡事故が2839人ですから、その対策の重要性が分かっていただけるかなというふうに思っております。もちろん接種後の副反応の被害者の気持ちはとても大切でありますが、あくまで接種は任意であり、接種しない自由もあるかなというふうに思っております。今後は積極的接種勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した女性への対応が重要な課題となります。定期接種の対象であれば無料で受けられるんですが、このワクチン自費での接種はかなり高額になるそうであります。経済格差により命や健康に格差を生じさせてはいけないというふうに思います。積極的召喚は干渉は少子化対策の一つにもなり、人口減少に悩む地方にとっても重要な施策であるというふうに考えております。及び市には、積極的接種干渉の中止後、公費の負担であるということを知らずに、接種を逃してしまった方というのはかなりおいでるんでしょうか。民政部長横川和弘君。ご質問のヒトパピローマウイルスワクチンを公費で接種できる定期接種の対象者は小学6年生から高校1年生までに相当する年齢の女性で、半年から1年にかけて3回接種することとされております。
ヒトパピローマウイルスワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方につきましては、平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方が該当し、本市においては3回目まで接種が終了していない人は約850人と把握しております。12番中田正樹君。接種機会を逃がした年代への救済措置が実施されるということであります。厚生労働省の方が今、検討の段階に入っているのかなというふうに思っております。市では令和2年度から厚生労働省作成のリーフレットを用いた個別通知を実施されていますか、かなと、さてというふうに聞いています。今後は全額公費の負担、公費での接種ということだけじゃなくてですね、厚生労働省は積極的接種勧奨を再開したということもしっかりと伝えていってほしいというふうに思っておりますが、どのように取り組んでいかれますか。民政部長横川和弘君。今後国の積極的勧奨が再開されるにあたり、本市では対象者に対して令和4年4月以降個別接種勧奨の通知を行う予定としております。合わせて広報及び市ホームページ、市ケーブルテレビなど、さまざまな機会を捉えて、多くの方に接種していただけるよう、適切な周知に努めてまいりたいと考えております。12番、中田正樹君。実際にこう再開されて、接種を多くの方が受けられるということになって、今後ですね、相談受けようかなっていう、相談を受ける職員、接種券を配布する窓口の職員には、メリット、デメリットを正しく伝えるためのエビデンスに基づく知識、ベネフィット及び有害事象への対応を明確に説明できる能力が求められます。窓口の対応の重要性はどのように認識されていますか。職員の対応は大丈夫でしょうか。民政部長横川和弘君。予防接種においては、本人や保護者がその予防接種による効果と副反応のリスクの双方を理解した上で接種することが必要であり、そのための周知を行うことは重要であると認識しているところでございます。このことから本市ではエビデンスに基づいた情報等について市民の皆様に分かりやすく提供できるよう日々努めているところでありますが、今後とも厚生労働省からの通知等を注視するとともに、対象者に対して適切な対応ができるよう、引き続き担当職員を対象とした研修等により、知識の習得や能力の向上を図るなど、研鑽してまいりたいと考えております。12番、中田正樹君。よろしくお願いいたします。実は実際にあった話なんですが、ある自治体窓口で接種券を受け取りに行った際ですね、本当に接種するんですか?と不安を煽るような対応をされたという件があったそうであります。ぜひですね、窓口職員にはですね、間違ってもそんな対応しないようにしっかりと指導なり教育なりしていただきたいなというふうに思っております。今年の NHK 大河ドラマの主人公であります渋沢栄一氏の論語とそろばんを読みました。正しい道理の富でなければその富は完全に永続することができぬ、ここにおいて論語とそろばんというかけ離れたものを一致せしめることが今日の吉用の務めと自分は考えているのである。一言で表すならば、義理合一、義理の利は利益の利です。神聖の利職は、仁義道徳に基づかなければならないということをおっしゃっています。また格言五則の一つには、死を治まればすなわち風紀を侮り、道義を重ければすなわち王侯を過労死とすとあります。これは志がきちんとしておれば富や地位など問題ではない、人間としてのあり方ができていれば権力にこびることもないという意味であります。志や人としてのあり方、道徳観、物差しがきちんとしていなければ何も始まらないということだというふうに思っております。自分自身もですね、この言葉を肝に銘じてですね、
しっかりと成長していけるよう頑張っていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。終わります。